こんにちは、久米ブロです。こんにちは。さあ、なんとこの紫スポーツの試乗会、なんとね、世界トップブランドがずらっと並んでおります。おお。何をやりたいかと言いますと、はい、突撃2023年あなたのベストボードは何だ、ぶっちゃけちゃってくださいをやりたいです。おー。ということで、まあね、各ブランドのトッププロサーファーが集まってるんですよ。そうですね。これ結構バビるレベルでヤバいです、皆さん。ということで、まあ各ブランドの2023年ベストボード、これをね、ちょっと知りたいと思うんですよ。ガチなやつ、はい、もうね、これがこうでああでこうでじゃないです。あなたが一番今いいと思うボードは何ですか。シンプルです。おー。これをね、ちょっとやっていきたいと思います。わかりました。はい、ということで、まず第1回目に突撃させていただくのは、なんと皆さん大好きあの方でございます。おということで、早速行ってみたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。よし。さあ、ということで、まずね、第1個目のブランド、はい、もうね、世界で一番有名と言っても過言ではないじゃないでしょうか。こちらです。チャンネルアイランツ、いましたね。そして、世界でね、インターナショナルライダー、すべてのライダーたちとコミュニティがあって、彼が語らなきゃ誰が語る、お大橋海さんです。ちょっと彼に、2023年ベストボードっていうのをね、はい、紹介していただきたいと思います。まあこんな機会ないんで、しっかりと話を聞いていきたいと思います。そうですね。大橋海さん、よろしくお願いします。トイレ行きたいから行ってきていいですか。あ、ちょっとそれだけは勘弁ですね。ということで、2023年チャンネルアイランドの海人くんが思うベストボード、これをちょっとね、皆さんに忖度なしでお伝えしていただきたいです。恥ずかしいみたいです。ちょっと大勢の方がいらっしゃるので。どうですか。え、聞こえないです、なんて言ってるのか。声が小さすぎて。よろしくお願いします。今年のベストボード、はい、俺が選ぶ。そう、もうほんと海人くんが選ぶ。もういいですよ、ノーセールス。もう僕はこれがやばいよっていうのを教えてもらいたい。知りたい。知りたいよね、はい、正直めっちゃむずい。なるほど。っていうの、まあ、なんでかっていうと、はい、まあ、本当に波が、まあ、いい時、はいはい、インドネシアの俺は使い分けとしては、はい、今 CI プロかな。 CI プロ、なるほど。フィーエブリデイ、はい、スケートあるじゃん、はい、まあ、この辺はなるほど。ミッドレンクスある、はいはい、でニアスの試合とかで乗るんだったら CI プロ。なるほど、はいはいはい、で日本の台風の時も、まあ、ターンしたいなと思ってパキッっていうのしたいなっていうので、はい、まあ、日本の波とかでオールラウンドに行くなら本当ハッピーエブリデイだった。なるほど。そう、うん、けど、まあ、本当に楽しみたい、はい、なんていうのもうバーンみたいな、はいはいはい、スピードも出るし楽しいみたいなのは、はい、求めるのはこの G スケートだから。おー、なるほど。めっちゃむずいんだけど、はい、最近俺も京都でパキパキって感じで、はい、まあ、コンテスト重視みたいな感じじゃないから、まあ、今年のもう一番決めなきゃいけないんだったら、はい、これかな。あー、ちょっとすごいですね。ショートボードなのにちょっとロングボードの方はね、選んでますね、海人くんも。これですね。あ、それはさんですね、はい、これがベストボードみたいです。へー。はい、ということでありがとうございました。お疲れ様です。ちゃんとやってもらっていいですか、おいしくない。ガチでこれかな。あ、まあ、今自分で言ったらあるからなんだけど、はい、なるほど。Gスケはめっちゃ楽しい。へ、村上旬のインスタ見てもらっても分かるけど、確かに、まあ、コナミ用の板って思われがちなんだけど、はい、ダブルぐらいの波でもバチバチいけるから。なるほど。ただやっぱりこう、なんて言うんだろう、例えばガチガチの撮影で映像を残しに行くとか、はいはいはい、こう大会で使うっていう板じゃないから。へ、そうだから、やっぱりなんだろうな、そういう本気の撮影残しに行くんだったらこれは選ばないんだけど、うん、基本的に撮影がなくて、はい、自分だけがとにかく楽しくて、はい、今日は楽しかったサーフィンって終わらすならこの板かなっていうので、はいはい、まあ Gスケかなっていう。なるほど。つまり2023年1本選ぶんだったらこのすごいラインナップの中でも書いてくるのは Gスケと。 Gスケ好きだね、最近しかも乗ってるしね。確かによく乗ってますもんね。でね、あの、はい、この、はい、まあ、今までのフォーマーのクワットのピンをつけて、そのクワットの真ん中の2本のこう1本つけて乗ってたの。もうむちゃくちゃに乗ってたの。で、まあキュルキュルしてんなって思ってたんだけど、これタラナたちがやっぱ考えたピン送ってもらって、まあ乗った瞬間にこのやっぱこいつの
バッチ度が半端ない。そうなんだ。このセッティングすごいいい。やっぱじゃあ G スケを、うん、まあ、ゲットした方はもうこのフィンはマストだよって感じですか。まあ、マストだね。俺、まあ、あった方がいいって感じ。なるほど。まあ、今回ね、じゃあ2023年ベストボード G スケートなんですけども、あの最後にちょっと乗り方のコツとかを教えていただきたいと思うんですけど、どうですか。なんか乗り方が結構キュルキュルするから、はいはいはい、このなんかこういう風に見てもらうとさ、はい、分かるけど、ここの辺幅すごいじゃん。はい、確かに。落ちてる。落ちてるじゃん。はい、だからまあ、なんだろう、前踏みすぎちゃうと食っちゃうから、はい、ターンするときとか、はい、ちょっとだけやっぱ後ろ重心になってあげると勝手に積んでくれるんだよ、こいつ。はいはいはい。なんでもう板に頼ってサーフィンすればもう勝手に全部板が仕事してくれるって。なるほど。でそれプラス自分のその今までのやってきたことをこう、なんだろう、知識と一緒にやると、はい、その自分についてきてくれるから、もう早い、とにかくめっちゃ早い。なるほど、うん、今めちゃくちゃいいことを教えてくれたね。いや、分かりやすい。ちょっとね、板が勝手に走るからテール重心で乗るっていうことですね。テール重心で乗ると結構コントロールもいいし。なるほど、うん、あんまりこう前にズブっていけすぎない感じ。なるほど。ショートボードやってるとそれ癖になっちゃってる時あるから、意外とこういう G スケートみたいなので前をがっつり踏まないようなサーフィンをすると、これ乗った後にショートボード乗るとやっぱこうリセットされてるんだよね、自分の。へぇー、なるほど。だから結構俺はあのショートボードとか調子悪い時はこういう板乗って一回なんか自分のスタイルをこうなんて前に前重心で行き過ぎちゃってるのをニュートラルにしてこっちに乗るっていうのは。なるほど。なんかそういう使い方もできるんですね。なるほど。いや、今回かなり真面目に答えてますよ。びっくりしました。プロサーファーです、やはり。ありがとうございます。やっぱ僕はね、もともと尊敬してるんです、サーフィンは。めちゃくちゃうまいし、知識もすごいから、はい、ただやっぱ僕のチャンネルに出てくると適当半端ないですよ。今日はかなり真面目に、ね、真面目に答えてくれました。あの、真面目に答えてきて考えなきゃいけないから疲れるから。ということで、2023年お話し会のベストボードは考えられる G スケート、ぜひね、チェックよろしくお願いいたします。じゃあ、カイト君ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ということで続きまして、はい、いや、今回ね、めちゃめちゃすごいんですよ。もうね、興奮しております。またスターですか。なかなか聞けないスターが今日勢ぞろいしてるんで、ちょっと行ってみたいと思います。わかりました。ついてきてください。さあ、見てください、こちら世界を股にかける JS サーフボード来ました、ね、そして奥で今、しっかりとね、サーフボードのレクチャーをしているのがちらっと見えますよね。大原ひろどくろです。ちょっと彼に2023年ベスト JS ボードを聞いてみたいと思います。わかります。結構ね、気になる。てか俺も気になるんですよ、はい、聞いたことないし。全然俺、雄平君しか知らないんですよ。 あれはもう偽物なんで。そうなんです。本物ですから、ね、世界を股にかける。なるほど。大原です。ちょっと聞いてみたいと思います。わかりました。よかったですか。こんにちは。ひろどさん、お久しぶりです。お待たせしてます。ちょっと今日は、はい、クベブロード突撃企画、はい、JS サーフボード2023年、はい、ヒロトが思うベストボードっていうのを、はい、ちょっとお伺いしたくて、はい、やってきました、はい、教えてもらってもいいですか。そうですね、俺の今年の一番のおすすめは、はい、この俺の手元にあるモンスター10です。おお、そうなんだ、はい、なるほど。もうね、ちょっと今までもう俺かれこれ7年近くあの JS にサポートされてるんですけど、確かに今までで一番いいショートボードのモデル来たって感じです。マジで。マジで。今年マジ15本ぐらいモンスター10ゲットして、はいはいはい、1回も、うん、あ、この板はダメだったなってやつがない。マジで。マジで。ちょっと1回整理していい？15本乗ってるってすごくない？まずやばい、ね、やっぱトッププロ違うね。いやいやいや、やっぱ違うね。15本同じボード乗るんだよ。すごい。すごいね、はい、ありがとうございます。まあ、ムラがあるボードもあるんだけど、はい、モンスター10はないと。ない、マジで。しかもそのなんかアベレージが高くて、はいはい、上もある。やばいのもあるし、そもそもいいって。そもそもいい。本当に なんか何が違うのかちょっと口で説明できないんで、それはちょっと残念なんですけど。なるほど。まあ、乗って体感してほしい。はい、本当に。なんかまあやっぱりいろんなモデル本当にあるんですけど、そうだよね。うんうん、何を一番押すって言われたら、はい、これですね。ちなみにヒロとかその使用するサイズはどんな感じなんですか。波のサイズだったら大体腰腹胸ぐらいあったらもう、はい、もし試合に出ろって言われたら、うん、絶対モンスター10で乗って、
説得力が違うね。本当に試合に出るのはこれって説得力が違くない？本当にやっぱ世界を股にかけてますからね。いや全然すごいね。なるほどね。だからでかい波ももうでかい波ね、やっぱり。はい、でまあ今回ちょっとねベストボードがモンスター10ということで、さらにもう一個だけ聞きたいことがあって、いいですか、はい、乗り方のコツ、ぜひねこれを見て、はいはい、まあ、購入してくれる方とか、はい、まあ、持ってる方、はい、大原ヒロトの乗り方のコツ絶対聞きたいと思います。いや絶対知りたい、はい、それ言った方がいいですか？言ってください。欲しいです。言ってください。言ってください。言ってください。そして、はい、それを見て大原ヒロトチャンネル行ってください。はい、ぜひ。サーフィンバチクソヤバいから、はい、それでその板に乗ってライディングしてるんで、お願いします。はい、ぜひお願いします。はい、じゃあちょっと一つね、なんかこうアドバイスというと、そうですね、 JS のボードの特徴でもこれはあるんですけど、はい、まあ、特にそれのその特徴が、発揮されてるのが、はい、このモンスター10なんですけど、はいはい、結構こうサーフィンするときスピードつけると前足体重をかけがちになると思うんですけど、それをそのパワーを全て後ろの足でこうなんだろう踏んで乗っていくというか、なるほど、そんなに前は力入れないで常にこう半分より下の方が強く力を入れていると、スピードの出と伸びが全然違う。なるほど。なんかヒロトのサーフィンでさ、大きいレールがプーって入るカービングが特徴的で、はい、俺は超好きなの、はい、ありがとうございます。あれをやってるイメージなんだけど、はい、後ろ重心あれはそうです。かなりいいこと聞きました、はい、参考にします、はい、私もそうなんだ、はい、そのテールのコントロールで俺は細かくカービングするか、大きくカービングするか、なるほどね、ある程度その押し出しの、はい、この後ろ足がすごい重要になります、ね、いやこれはかなり面白い話をねまたヒロトがくれたと思うんで、はい、ぜひね2023年大原ヒロトのベストボードはモンスター10ということで、皆さんぜひよろしくお願いします。でこれを乗ってるサーフィン見たいという方はもうヒロトの YouTube チャンネル行ってください。はい、もう黙ってサーフィンはやばいです。いや以上です。はい、黙ってサーフィン見てください。黙ってサーフィン見てください。喋るのは僕がやりますので、はい、ぜひヒロト、はい、任せてください。担当なんで、はい、あとあれですね、対決企画リベンジしたいと思います。あ、やりたい。そろそろお願いします、うん、ボコボコにまたサーフィン行きたいと思います、はい、ということでヒロトありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあということで、もうねまた世界的超ビッグブランドに超ビッグゲストで出ていただきたいと思います。いいんですかこんなに出てもらって。いやちょっとね今緊張して噛みました。超ビッグゲストでということで、ロストサーフボードといったら、はい、村田らしくじゃないですか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとね今回は2023年ロストのベストボードを教えてもらいたいんですよ、はい、いいですか？もちろんです。あ、じゃあちょっとお願いします。嵐が思う2023年ベストボード、はい、お願いします。こちら、はい、メイヘムさん、ロストサーフボードさんが出ているカーボン、はい、ダブルダートのモデルがラットリッパーです。もう嵐こればっかじゃない？いや本当にこればっかですね。そんぐらいいい、一生乗ってます。で今回はラットリッパー、ラットリッパーのモデルで、はい、本当ラットリッパー根底向きじゃないんですけど、はいはいはい、でもこれがベストですね。そうなんだ。ちなみにどの辺がお気に入りポイントなの？まずパドルが遅くて、はいはいはい、まずパドルが速い、それが一番で、あと乗った時の、はい、その初速、うんうん、とんでもないですね。なるほどね。やっぱこう日本の波でやるとそこ大事だもん、ね、いや本当に大事、スピードが、はい、なるほど。じゃちなみにライディングの速度は半端ないです。速いんだ。言葉では言えない。本当に。あとさ、まあ僕のチャンネル見てる人はもう絶対見てると思うんだけど、はい、嵐の YouTube チャンネル、うん、で結構さサーフィンでエアーとかさ、はい、ブローテールとかも全然してるじゃん、はい、それでもいけちゃうんだ、パフォーマンス性も。あのここ1年半、ここ半年でやっとエアーが復活してきたんですけど、だけどその復活する前1、2年エアーができんくなってしまったんですよ。でこのサーフボードに出会ってなんて言うの、このいつもの本編向きのサーフボード5、7ハーフで、はいはい、これ5、6なんですけど、少し短い分回転がしやすいのと、はいはいはい、あと初速と加速がとんでもないから回転しやすいですね。でこのサーフボードエア練習しまくって体に覚えさせて PU でもできるようになった。なるほどね、そういう使い方もできるんだね、はい、パドリングとかいろんな初速が速いから回転性もいいから
この乗り方をまた PU でやるっていう新しいね。なるほどね。自分サーフィンが広がりました。ちょっとすげえ欲しくなるね。はい、で結構いろんな多分人がブラックダート気になってると思うんだけど、はい、そのブラックダートの乗り方ってあるの？この乗り方自分結構ね、スタンスが広めな方なんですよ。はいはいはい。でもちょっとスタンス狭い方、うん、若干足一つ分前に置いた方が前に進むかもしれないです。あー、なるほど。まためっちゃいいこと聞いたね。うん、足一つ分前に置くことによってこう前にゴーンと走るんで、で自分のサーフスタイル的にこうパドリングしていこうとした瞬間に、はい、上に、うん、波のトップに駆け上がるんですよ。はい、で伸びて滑りたい壁に上から下に落ちるんですよね。その落ちる時にやべーみたいな。なるほどね。めっちゃいいこと聞いたね。はい、上にふわっていって下に一気に降りてくっていうね。まあね、ちょっとかなりまた面白い話が聞けたと思うんで、2023年嵐のベストボードはロストのブラックダートラッドリッパー。はい、ちょっと乗り方とかもね、ぜひ皆さん参考にしてみてください。嵐ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、各ねもう超トッププロサーファーたちに2023年ベストボードっていうのを紹介していただいたんですけども、はい、ね、これシンプルに言っていいですか？何ですか？かなり有料級だったと思います。結構本気で初めて聞いたことがあった。やっぱね、まあ、僕もカイト君だったり、ヒロトだったり嵐だったりに、まあ、ボードのいろんな話とか、まあ、本当にサーフィン彼らもトップレベルなんで、そうですね、うん、いろんなサーフィンのこととか聞くんですけど、そのボードにマッチした乗り方っていうのはなかなかやっぱりさ、その時に乗ってないと話聞かないし、そうですね、またそのボードにフォーカスしてる話っていうのはなかなかしないんだよね。はい、だからこの波でこういうコンディションでこういう風にサーフィンしますとかっていうのはあるんだけど、はい、ただね、あのボードに対してこういう乗り方をした方がいいですよっていうことってマジでやばいです。彼らが言ってることってかなり目から鱗なんで、はい、なんかまあその辺の話っていうのもこうかなりね面白かったなって思うね。びっくりした。でいつも結構クメブロ出てもらうときってかなりふざけ散らかしてるじゃん俺。カイト君しかり、ヒロトしかり、嵐しかり、はい、一緒にね、まあ、楽しく仲良くさせてもらってるんだけど、はい、今回、ま、その彼らがめちゃくちゃ真剣に話してくれてたんだよ本当に。で、うん、それが結構やっぱりトッププロだなっていうのを改めて実感したし、まあ、その人たちがやっぱサーフボードを乗ってるからこそこうより深く知りたいなっていうふうに思ったから、なんかね今回はね自分でやっても本当に身になったし、はい、なんかあと自分自身もすごいこう勉強になった、うんうん、でいろんな G スケートもそうだし JS もそうだしロストもそうなんだけど僕 乗ってるじゃん俺。乗ってますね。そうで、それぞれその乗り方してもう明日からすぐやってみようと思った。なるほど、うん、だからねやっぱりこういろんなサーフボードにマッチする乗り方っていうのを今日は皆さんにお伝えできたんじゃないかなと思いますんで、はい、これを見ている方は、まあ、彼らが思う2023年ベストボードなんでぜひねチェックしていただいて、興味のある方はご購入してもらって、これを見て実践で試してもらいたいなというふうに思います。なるほど、うん、結構これ本当に神回だと思ういろんなクメブローズやってきたけど、はい、今回のは神回だと。本当にこんな機会ないですね。ないね。しかもかなりテクニカルなこと言ってたからね。はい、うん、俺も思うけどかなりテクニカルな話してました。はい、だから何回もこうサーフィンするたびに見てもらってやってもらいたいなというふうに思いましたんで、はい、引き続きね、また彼らから面白い話をね聞けるようにやっていきたいと思いますんで、ありがとうございました。お疲れ様です。僕もかなり勉強になりました。なったし勉強に。でも やばいです。やばいよね。はい、まあまあ皆さんもね今持ってる方だったりこれから購入しようって思ってる方はぜひ参考にしてもらえたら嬉しいなというふうに思います。ということでありがとうございました。お疲れ様です。僕もめちゃくちゃ楽しかったです。最初結構ふざけてたけどもう最後テンション上がっちゃってって普通に思った。もう集中モード入っちゃってました。かなり集中モード入っちゃいましたね。はい、はい、ということでぜひ参考にしてもらえたら嬉しいです。はい、素敵な週末をお過ごしください。クメブロでした。ハッピーウィークエンド。ハッピーウィークエンド。お疲れ様です。最後にお知らせを挟ましてください。はい、何ですか？っていうのは、ザ・サンズ神戸というね、神戸にある、サーフショップですね。はいはい。リニューアルオープンするんですよ。ザ・サンズって、はい、紫スポーツの系列店のお店、まあ、姉妹店みたいなね。はい、そうなんですよ。
っていうところがこうリニューアルして、でポップアップでローディッシュが結構がっつり並ぶんですね。へえ。他の店舗で置いてない商品だってサコッシュだったり、はい、靴下だったりビーチタオルだったり、はい、まあ、あれとオンライン限定とかでやってたりするじゃないですか。こちらがなんと、ポップアップに来てくれてローディッシュのものを買ってくれた人限定で、はい、当たるっていう企画なんらしいんですよ。じゃあそう行かれるんですか。そうなんですよ。そこもともとね、あの僕は行かない予定だったんですよ。あ、はい、まあ、神戸行くことないしそうですよね。やっぱ行きたくなっちゃって、まあ、スケジュールもね、そこ開けて、はい、まあ、なんとか行きたいなっていうふうに思ったんで。なるほど。7月1日ザ・サンズ神戸に、私久米神戸も行かせていただきます。よろしくお願いします。すごいですね、イベントですね。そしたらそうそうそう、ポップアップなんでローディッシュの、まあ、お仕事ね、はい、行くんで、まあ、大橋海人と、私久米航平が神戸に行きますので、はい、ぜひ、ね、お会いできる方は、遊びに来てもらいたいなというふうに思います。そうですね、うん、その時になんかローディッシュのこうデッキパッチのこう特性だったりっていうのをね、お客様一人一人にこう伝えていきたいし、はい、ローディッシュを知ってもらえるいい機会になるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ、見かけた方は声かけてください。わかりました、はい、それから数量限定で、まあ、僕のこの久米ブローズのねステッカーも持っていこうかなっていうふうに思いますので、はい、ぜひね、お会いしに来てくれた方は声かけてください。ステッカーくれって言ったらこれあげます。わかりました、はい、でもそんなにいっぱいないんで、はい、なくなり次第終了になるんですけども、ぜひ遊びに来てもらえたら嬉しいなと思いますので、はい、神戸の皆さん、関西の皆さん、ぜひ7月1日土曜日遊びに来てみてください。はい、ザ・サンズ神戸リニューアルオープンということで、僕たち遊びに行きますのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。バイ。